はい、どうもこんにちは、僕くんゲームでございます。今回もね、動画の方をやっていきたいと思います。今回はですね、こちら、ザ・パワー・オブ・フットボール、ウイニング・イレブン2019、新情報解禁。花見さんの今、公式サイトの方ですね、昨日の夜、ね、ウイニング・イレブン2019、まあ、最新作ですね、ウイレシリーズの。まあ、新システムだったりね、新プレイ面、少しですけど、新情報解禁されたということで、今回はこれについて話していきたいと思います。まずね、一通り見た感想として、早くやりたいですね、もうウイレ2019。すごい楽しみな、特にね、試合面で、面白い機能が加わってるんでね。はい、じゃあちょっと話していきたいと思います。これですね、PS4 が一応今回、ウイニングイレブン2019でね、情報解禁されたんですけど、アプリ版もね、おそらく来ますね、やっぱりアップデートで。で、前作は 2018PS4 出た後にアプリがちょっと遅れてね、2018になったのかな。なので、まあ、8月30日、これ発売ということで、ちょっと早いね、いつもより。で、これアプリはこの後にアップデート、もしくはまあ同タイミングだったりね、そこはちょっと時期的にはまだわからないんですけど、まあね、アプリも2019来ることということで、感謝感謝ですね、まあ、最新作。まずですね、こちらね、予約がもうできるみたいで、レジェンドエディションかな。まあ、プレオーダーって書いてあるんですけど、まずね、このレジェンドエディションね、まあ、ベッカムがね、こう、まあ、表紙になってるみたいなやつで、これね、何がね、これスタンダードエディションとレジェンドエディションあるんですけど、何が違うのかというとですね、まあ、これですね、ウィニングイレブンレジェンド、まあ、11人のレジェンドうち1名がね、獲得可能ということで、まあ、ここも1個ね、ポイントになってくる。はい、なので、まあ、スタンダードエディションとは、まあ、レジェンドがね、選べれるっていうのが少し違いますね。はい、でこちらね、リーグライセンスの追加ということで、欧州を中心に複数のリーグライセンス追加、詳細は近日発表と、後日発表ということかな。こちらマイクラブモードですね、まあ、ウィニングイレブンの、ね、オンラインでもう皆さん、やってるモードだと思うんですけど、ここがね、随分と変わりましてね、生まれ変わったマイクラブ、ニューマイクラブということで、こちらコーチーニョ選手がね、ちょっと映ってるんですけど、説明見るとですね、ここね、週末の試合で活躍した選手が注目選手として登場ということで、彼らは試合で見せたパフォーマンスをもとに様々な能力値が向上し、新たなスキルを所持していることも、はい、好きな選手を応援しているクラブの選手、注目している若手選手が試合で活躍したときはスカッと強化のチャンスということで、これですね、今まではね、ガチャで、まあ、一度当てた選手っていうのは基本的にアップデートとかね、挟む以外は能力の上昇とかは、あとスキルの追加っていうのはね、週ごとになかったんですけど、例えばね、コウチーニョ選手が、まあ、ハットトリックしましたとか、ミドルシュートね、弾丸ミドル決めたとかね、そういうことでドリブルめちゃくちゃ綺麗良かったとかあれば、まあ、コウチーニョ選手のね、ドリブル能力値、もちろんスピード瞬発力とか、ああいうところが上がった状態で、出てくると、注目選手登場ということで、これどうなんだろうね、まあ、すごく面白いシステムですけど、ガチャでまた新しくゲットするということなのかな。まあ、既存の選手、もともと持ってるコウチーニョは能力は変わらないみたいな感じ、まあ、一応ライブアップデートとかはあると思うんですけど、まあ、新たな、ね、コウチーニョが出てくるみたいな感じかな、ガチャで、まあ、そこら辺はちょっとまだね、謎に包まれてる部分多いんですけど、まあ、能力がね、上昇するということで、まあ、これ毎週毎週ってことだね、ここは1個、非常に変わったとこですね。なのでめちゃくちゃ強いね、全然その無名ではないですけど、そんなに強くない選手がね、めちゃくちゃ活躍したら強くなるっていうパターンもあるから、まあ、そこも1個楽しみですね。はい、でこれね、まあ、またレジェンドがね、ウイレ2019にも登場、今作の新レジェンドも続々登場予定、位置上での革新ということで、まあ、これがね、プレー面ですよ。はい、まあ、ここがね、すごい面白くなってるというか、ピッチ上での革新ということで、コウチーニョ選手はもうがっつり打ってますね。今回のテーマの選手というのはね、まあ、ベッカム選手とコウチーニョ選手かな。そう、ベッカム選手の今の2018モデルがね、手に入れることもできるらしいんで、そこもちょっと面白いね。これね、なんですけど、まあ、まとめるとですね、スキルがね、追加されてますと、新たに。はい、これ、ライジングシュート。かっこいいね、これ。ライジングシュート、ドロップシュート、エッジターン、ノールックパス、エッジターンってなかったっけ？エッジターンってなかったっけ？ノールックパス、コントロールループなど、新たに11のスキルを追加し、全39種のスキルに選手の特徴ある動きを再現ということで、はい。まあね、これちょっとビビりますけど、なんか名前かっこよすぎてね、ライジングショットってパープロ君の怒りが投げるやつかな？あれに名前似てるけど、ライジングシュートね、これは。で、これなんですけど、まあ、動画がね、ここにあるようにですね、これ見るとですね、ライジングシュートって言って、まあ、ミドルレンジら辺から上にね、吹き上がるような、まあ、今回のね、ウィニングイレブンのテーマがね、パワーオブザフットボールということなんで、おそらくね、なんかこう、ダイナミックというか、力のあるね、演出じゃないですか、そういうところを多分追求してるのかな、今回は。
ここに多分重きを置いてると思うので、こういうシュート系、特にミドルレンジとかライジングシュートでドロップシュートっていうのね、こういうところが多分かなりね面白くなってくる。ドロップシュートっていうのが、ボールがねこうワンバンさせてツーバンみたいなね、ちょっとバウンドさせながらシュート打ったりとか、そういう部分かな。あとはねちょっとコントロールループっていうのがめちゃくちゃ気になりますね。これなんだろうね、ループシュートをコントロールカーブシュートでボタン押しながらループする、コントロールカーブループじゃないですけど、実際あんまカーブはしないんですけどね、それみたいな感じのが普通にできるってことかな。スキルで打ちやすくなるということなのかな。そこら辺もちょっとまた、体験版とか出たら、どんなのか分かるんでしょうね。はい、でトレンドのプレースタイル、インナーラップサイドバックも採用ということで、これですね、サイドバックの選手っていうのはオーバーラップ、大体ね、ウィニングルーム、今まで外オーバーラップすること多かったんですけど、サイドのね、例えばウィングの選手、サイドハーフの選手にボールがあって、その選手がサイドギアでボールを持っている場合、中にね、オーバーラップするという、うまくやっぱりオフザボールの動きがね、進化していくんじゃないかなと思いますね、ウィレも今後、さらに、はい、ダイアゴナルランの、ね、動きももっとこうね、切れよくなったりすると、すごい戦術の幅とか広がりそうだしね、インナーラップサイドバックはすごく、魅力的かなと思います。で選手の個性が際立ち、ボールをめぐる1対1の攻防もということで、ここもすごく面白いですね。ディフェンスラインでのゆったりしたボールキープ、相手に体を寄せながら必死のターン、サイドを突破する切れ味するというフェイントということで、僕の大好きなねドリブルもここできっちりやっぱ進化されてるみたいなんで、すごく面白くなるんじゃないかなと。ドリブル講座もねまた2019で新たにやっていこうかなとも思ってます。はい、これまで以上にリアルでスムーズなドリブルによる駆け引きね、これいいよね。はい、で新たなキックシステム、必死に伸ばす GK の手を弾き飛ばす強烈な弾道からうまくボールを捉えられずにゴールマウスをかすめて、天を仰ぐ様までということで、もうすごくね多分リアルに再現されてますね、現実の、感じをね、キーパーがよくやるような感じのやつで、試合のペースがさらにリアルに、そうこれね、今まで選手っていうなんかこう動きがね明らかに変わるっていうことはあんまりなかったんですけど、なんかやっぱりスタミナの部分とかこういうところでね、本当にスタミナが少ない選手っていうのは試合後半も全然動かなくなったりね、そういうこともあるのかな、ここに書いてある通りだと。でもやっぱ90分間の試合の流れを読み勝利をつかみ取ろうということで、試合のね、本当に左右する部分じゃないかなと、これもね試合のペース。はい、でアウトオブプレイ時のクイックサーブを追加ということで、これいちいちスタートボタンを押さなくても、できるやつですね、おそらく選手交代が。でより自然なボールの挙動を実現ということで、シュートブロックや彼のボールのバウンドもうとにかくリアルになってるとリアルになりすぎても本物ぐらいになるでしょうね、いつかもうこれ、体のあらゆる部位を使いトラップを行うフルボディタッチね、と状況に合わせてなんかこう腿とかね、あと胸とかそういうところでやっぱトラップするっていうのも非常にもっと洗練されてくるんじゃないかなと。今回、ご紹介するのがね最後のやつになるんですけど、最新技術がまた再現性ということで、これ映像切れすぎじゃねこれもう本物っすよねこれほぼ。はい、ということでもうすごい実写のようなアニメーションがもたらすリアルな描写を体験してるということで、もうすごいっすねこれ。とにかくすごいシステムを採用してると、僕はねこっち系のやつは詳しくちょっとわからないんですけど、コナミさんの技術力というかね、ここは本当にもう脱帽というかすごいっすねこれ。で今回ねここ天候に雪を追加、ピッチの状態は見た目だけでなくプレイにも影響を及ぼすということで、はい、ポケモンじゃないですけど雪が追加されたということで、なんだろう、その環境においてねやっぱ滑ったりとかボールがなんかすげえこうチュッと伸びたりね、雨よりもさらにねこうボールのなんだろうねシュートの時の軌道じゃないですけど、パウンドした後っていう弾道がすごい変わったりね、そういうところも非常に天候を意識した戦術っていうのもね面白くなってくると、どうなんだろうね雪これ確かにね今まで雨はあったけど雪はなかったからね、ただ雨っていうのはあんま使わないんですよね雪もね多分どうなんだろうね、確かに新システムとしては来たんですけど、そんなに多分オンライン戦とかではやっぱ晴れの状態でするかな。はい、ということでね今回一応ウィニングイレブン2019のね新情報の方見ながらねちょっと、話したんですけど、すごく面白くなりそうですよね。一番やっぱり、楽しみなのはプレイ面とマイクラブかな、やっぱりこの2つっていうのは非常にもう核となってるんでね、オンラインの駆け引きのところだったりすごく楽しめると思うんで、アプリの方もですね、フォンで解禁された情報でいくつかねアプリにもなんかこう同じような感じでねスキルとか追加されてるとまたさらに楽しめそうですね。
はい、ということでね、今回皆さんご視聴いただきありがとうございました。もしですね、まだチャンネル登録してない方いたら、左上の僕くんの顔マークの方からよろしくお願いします。右側にはおすすめ動画載せてるんで、ぜひそちらもご覧ください。では皆さん、また会いましょう。ありがとうございました。